このコンクリートご存知ですか？ここからは新しいコンクリート材といった話題です。いいじゃん。このコンクリート材は社会課題を改善しつつ、機能性にも優れているそうです。最高。そこでこのコンクリート材を使うと、セメントを使わず CO2 も出さないコンクリートが作れる、とのこと。ということで、低炭素型高機能コンクリート e-CON を紹介します。それではゲストにお話を伺います。日本ヒューム株式会社の茅野さんです。よろしくお願いいたします。日本ヒュームは総合コンクリート主義を掲げるコンクリート二次製品の設計、製造、施工を行う会社です。苫小牧、熊谷、三重、尼崎、九州の5工場のほか、国内外に複数の拠点があります。地下空間づくりにおける都市浸水対策、道路、鉄道分野においてヒューム缶のみならずさまざまなコンクリート製品を開発製造してきました。 e-CON の主な材料というのが産業副産物というものでして、火力発電所で使った燃料の灰とか、製鉄で使い終わった燃えかすっていうものを再利用しています。すごい。つまりですね、この e-CON というのは産業副産物だけで作っておりますので、セメントではありません。ただですね、固まるととても緻密性が高く、新材料として期待されております。一般的なセメントはですね、石灰石を燃やして作られます。で、この e-CON はですね、通常のセメントよりも CO2 の排出を 80% ほど削減できまして、地球環境への負担を減らすことができます。こちらにあるですね、サラサラした粉、こちらが e-CON のパウダーになります。セメントより少し白。確かに白いですね。はい。それではここで平子さんにコンクリートクイズ。嬉しい。下水道管にもコンクリートが使われています。さて、ずっと使い続けているとどうなりますか？長い期間経つと、あれ、渡部篤郎さん腐食しちゃうんじゃないの？渡部篤郎さんだ。その通りですね。下水道の流れですね、これが悪くなると硫酸が発生しまして、その硫酸がコンクリートを傷めてしまうんですね。なるほど。で、その傷んだコンクリート、これを使い続けていますと、いずれ地中でですね、破損をしまして、道路の陥没といった事故が起こることになります。e-CON で作ったコンクリートはですね、この酸に強いために、下水道などの酸性環境におけるコンクリートを腐食から守ることができます。こちらにですね、一定期間その硫酸につけて放置したセメントのコンクリート、それから e-CON のコンクリート持ってきます。はい。セメントの方はもう石が出ちゃって、もう溶けちゃったんですね。で、e-CON はこの形がそのまま残って、同じ形で作ったものがこのなんです。耐酸性能によってですね、計算上は100年持つ素材になります。やった。今本当建築業って高騰してるので、多分修繕とかも先送りすること多いんですよね。ですので、こういったものを使って長く持てばですね、修繕が非常にこう楽になるかと思いますので、ぜひ使ってほしいですね。はい。茅野さん、今後老朽化した下水道管などは e-CON に入れ替えていくんでしょうか？公共事業でもですね、長持ちするということで入れ替えが始まっております。そうなんだ。さあ、茅野さん、耐酸性能以外に e-CON の優れている点というのはあるんですか？耐塩害性能というものも特徴の一つになります。海だけじゃなくてですね、地下水にも東京は塩分が含まれておりますので、この e-CON が高緻密になためですね、従来のコンクリートより塩分が5倍以上染み込みにくいんですね。今後 e-CON でどんなものを作っていきたいでしょうか？下水はもちろんのこと、海岸とか道路などの土木製品だけじゃなくてですね、建築までこのコンクリートで作っていきたいというふうに考えております。まだお家とかは作ってない？まだ作ってないです。e-CON の機能や特徴、また活用事例など、詳しくはホームページをご覧ください。低炭素型高機能コンクリート e-CON、以上となります。さあ、柴田部長、こちらいかがでしょうか？はい、e-CON 承認です。承認いただきます。